アリのエンサイクロペディアと世界のアリたちとのコラボレーション。今日はチェコに生息する魅力的なアリたちを紹介していきたいと思います。今回ご協力いただいたのはチェコのアリトモさん。アリの販売などもされていらっしゃるようで、今回、チェコに生息する、魅力的なアリたちの、動画をいくつか提供していただきました。普段目にすることのないヨーロッパのアリたちの姿を見る機会をいただきました。ありがとうございます。動画の詳細欄にお店の情報やコンタクトの取れるメールアドレスなどを、記載させていただきますので、気になるアリがいた方はぜひコンタクトを取ってみてください。それでは、チェコのアリたちを見ていきたいと思います。まずは、クロナガアリの仲間2種類を紹介します。ストラクターという学名のついたクロナガアリの仲間です。チェコをはじめとして、フランス、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニアなど中央ヨーロッパに生息するクロナガアリ。体長がですね、女王は日本のクロナガアリと同じぐらい、ワーカーが 9.5 ミリというデータがありますので、大きな兵アリ階級があるのかもしれません。体色は日本のクロナガアリと同じ黒色から、頭が若干赤みがかる場合があるようです。針葉樹林に近い牧草地や水はけの良い乾燥した地域の草地などに生息しているようです。女王が複数いる多子性ですね。日本のクロナガアリとはワーカーサイズや若干の色彩の違いなどで見比べることができそうです。次にバルバルスクロナガアリ。こちらは日本でも人気のある大型のクロナガアリの仲間になります。外見的特徴があり、赤みがかった頭や、クロオオアリなどに迫る大きな体が特徴です。女王では18ミリ付近まで迫る大きな、サイズをしていて、それからクロナガアリとしては珍しい、兵アリカーストがあります。こちらは、14ミリ付近まで、サイズがなるということで、大きい場合はクロオオアリを超えるサイズになります。収穫アリとしての特徴は一緒で、南ヨーロッパから北アフリカあたりまで生息地が広がっているようです。大きさ、それから色彩という分かりやすい特徴があり、人気のアリであることがうなずけます。次にオオズアリの仲間を紹介します。コロニーの様子ですね。特に目につくのが兵アリの大きさ。この種類の、女王のサイズやマイナーワーカーのサイズは日本に生息するオオズアリとあまり変わらないんですけれども、兵アリが体長約6ミリということで、日本に住んでいる、オオズアリの兵アリに比べると群を抜いて大きな兵アリです。最初見た時には、横綱アリの仲間などではないかと思ったんですが、学名がオオズアリの仲間ですね。生息地域は南ヨーロッパから西地中海、北アフリカなどにかけて生息するオオズアリの仲間のようです。でもとにかく印象的なのは兵アリの大きさですね。日本のオオズアリは 3.5 ミリぐらいなんですが、このオオズアリの仲間は、体長約6ミリ、とても、兵アリが大きなオオズアリでした。次にヒラズオアリの仲間を紹介します。南ヨーロッパから中央ヨーロッパ、東ヨーロッパまで広く分布するヒラズオアリの仲間のようです。女王を見るとヒラズオアリ特有の、平らな頭部、これが、確認できますね。サイズ的には日本に生息するヒラズオアリと、女王ワーカーともにサイズはそれほど変わりません。開けた場所や果樹園などの明るい森に生息する樹状種のようです。これ飼育図もですね、何の素材を使ってるんでしょうか。結構その生息環境を再現した飼育図に見えます。ヒラズオアリ、日本のものも結構ですね、飼育は難しい種類なので、これも気になる映像です。次は山アリの仲間を紹介します。こちら野外の様子ですね。
一目でわかる、大きな蟻塚と、胸部の赤い色、これはもうまさに日本のエゾアカヤマアリととても近い、蟻のように見えます。学名は、フォルミカルーファと読むんでしょうか。女王の、サイズ、ワーカーのサイズともに、日本のエゾアカヤマアリに比べると 1-2 ミリ、大きいような数字になっています。実際に見ると、大きさの印象は結構違うのかもしれません。ヨーロッパの低地の森などに、広く分布しているアリのようで、また、新女王は、コロニー立ち上げの際に黒山アリの仲間に、一時的に社会規制を行うようです。この辺りもエゾヤカヤマアリにとても似た生態、に感じます。あとは色彩も似てるんですけども、頭のてっぺんの黒さが結構こっちの方が強いのかなという、見た感じの印象です。次にオオアリの仲間を紹介します。大きな体に赤い胸部、これは日本の胸赤オオアリにとても、見た目がよく似ています。生息環境は、針葉樹から、落葉樹の混合林など、森林に住むアリですね。樹皮の下や、倒木、枯れ木などに、巣を作るという部分も、とても、胸赤オオアリに似た、アリです。そして最大の特徴は、こちらですね。ヨーロッパの、最大種の一つ、女王サイズも、2センチに迫る、大きさですね。ワーカーも13ミリととても大型です。胸赤割りに比べるとやはり 1-2 ミリサイズが大きいので、実際に見た時の迫力は、また、違うものになりそうです。そして、ヨーロッパ、広く分布しているようで、特に北ユーラシア、それから北極圏に近いところまで生息をしている、アリのようで、まあ、寒さにとても強い、アリなのかなという感じですね。はい。こちらは巣内で、小さな昆虫を、食べている様子ですね。まあ、こういうふうにサイズがわからない状態で見ると胸赤オオアリにとてもやはり近いんですけれども、やはり最大種というこのサイズ、これを、生で見てみたい気もします。次に、今回、紹介する最後のアリになります。ツヤクシケアリの仲間、こちら女王の様子ですね。中央ヨーロッパから南ヨーロッパに生息するツヤクシケアリの仲間のようで、日当たりの良い、植生の少ない山岳地帯などを好むようです。そしてサイズですね。まあ、女王、ワーカーともに日本のツヤクシケアリよりも 2-3 ミリ大きい、特に女王は13ミリとなると結構大きいですね。それからですね、色、日本のものは黒と赤の2色性なんですけれども、こちらのアリは赤褐色で、結構全身が統一されている感じの色ですね。その辺もだいぶ印象が違います。そして毒針を持っていて、そうですね、毒が結構強いそうです。ツヤクシケアリの仲間で、これほどの大型種というのは日本に、いませんので、とても魅力的なアリだと思います。ということで今回は、チェコに住む、アリを、7種類ですかね、紹介させていただきました。日本よりも北に、位置していますが、大体似通った気候帯になりますので、日本のアリと、似ているもの、それから比較観察が面白そうなアリというのがたくさんいました。改めまして、動画をご提供いただいたチェコのアリトモさん、どうもありがとうございました。動画の詳細欄にお店の情報などがありますので、ぜひ気になったアリなどがいましたら、どんなアリなのかとか、他にどんなアリがチェコにいるのかとか、また、知見を深めていただけたらと思います。ということで、チェコのアリ、紹介をさせていただきました。